じゃじゃーん、チーズケーキ。どうしようかな、アイスか。はい、選んでくれるか。ちゃんとお願いしてくれたらあげるで。ロボットチャンネル、ロボママと、わかるとたけると、ロボママでーす。黒い食材だけで24時間生活、イエーイ。これまで青い食材、緑の食材、ピンクの食材ってやってきたんやけど、まあそれについては概要欄の方に覚えてたら URL 貼ってますんで、そこから見てください。そして今回はリクエストにもあった黒い食材でやっていきたいと思います。モメントってくれ。遊びたかったんやけど、ワンダルが王になりたい。なんで出た、叩く。叩いたあかんで。ニーニは今みんなでこの企画をやってるから、ここにこれあったら邪魔やなと思ってのけただけやろ。遊びたかったら叩いてもいいんか。違うって。気を取り直して仲良く企画できる人、はいはい、よろしい。じゃあやっていきます。それでは何を買ったのか紹介していきます。まず一つ目、こちら、お得の極うま黒カレー。黒ニンニクが入ってるらしいんで、めっちゃ美味しそうじゃない。続きまして、こちら、イカスミソース。はい、パスタのね、ソースです。今のところ食べれるもの。続きまして、私のです。じゃじゃん麺。黒い食材ってこういう感じで真っ黒、中身までっていうのがなかなかないよな。はい、売ってない。ないです。なんでパッケージも込みでやってます。韓国のり、これ緑とも取れるけど黒にも見えるよ。なので今回もね、入れてみました。はい、続きまして、のり。え、のりばっかり。オレオ。続きまして、オレオ。2個も買ったん。黒ニンニク。あ、ダメだ。うわ、バカウケ。鬼滅の刃バージョン。いや、中身も黒じゃないし、パッケージもそんな黒じゃない。はい、続きまして、めっちゃ森吉やな。黒い豚カレー、黒糖かりんとうまんじゅう風パン。まあ、見た目は茶色いんだけど、黒糖って一応黒いお砂糖ということで黒に入れました。ベルギーチョコ蒸しケーキ、中身たっぷり、四角いパン、ビターチョコ番長、黒糖ロール、黒酢で活性、ペプシ、コーラ、ゼロ、モンスター、コーラゼロ、コーラな。こちら、始めます。クッキー&クリーム。クッキーナッツ。クッキーがね、ハーゲンナッツ。オレオみたいな感じで黒いんだ。チョココーヒー、イカしたボール。あ、これロボマンは選びました。たこ焼きみたいなのがたくさん入ってるんですけど、イカボールやね。唐揚げ。はい、焦がし炙り焼き豚チャーハンですね。シューマイ。これシリーズやな。シリーズやな。串フランク。中身はね、普通の串のフランクなんですけど、パッケージが黒ということで選びました。ブラックペッパーハンバーグ、マルシンのハンバーグで、伊勢の海苔佃煮。よし、僕が買ったやつだ。これは茶色やけど。これさ、これ茶色やで言うとのに持ってきた。ひじき。はい、黒い食べ物といえばひじきかなと。こちら、宮崎県産黒牛。肉になる前が黒いってことやな。パッケージも黒いしな。ブラックサンダー、黒ごま豆腐、コーヒーゼリー、黒ウーロン茶。ロボママが選んだこれ、ちょっとかなり珍しいで、真っ黒チーズケーキ。はい、中身はね、こんな感じのが入ってます。側が黒くて中が黒いやろ。それでは恒例のじゃんけんいってみよう。最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ。イエーイ。最初はグー、じゃんけん、ほい、あいこでしょ、あいこでしょ。イエーイ、一番。イエーイ、勝った。もちろん。あー、これ。これ。いつもとルールは一緒で、お願いして分けてもらうか、もしくはトレード、そういうのも OK です。コーラで。たけるちゃんこれで。あたるくん、コーラです。チャーハンにしよう。黒い豚カレーいただきまーす。おー、いいやん。海苔。唐揚げ。コーヒー。これ。おやつ。じゃじゃ麺。これ。大事なもん忘れてた。それ、これはもう絶対食べたかって。
たけるなにするの？ホイップクリーム。佃煮。ハンバーグにします。シューマーイ。お、しっとるひじき。はい、フラどうしようかな。アイスか。はい、選んでくれ。黒ごま豆腐。よし、ハゲタク。はい、なに。板チョコ番長にします。黒ウーロン茶。ブラックサンダー。あー、じゃあそれな。コーラー。こちら。はい、オレオ。味噌汁。あれ、イカスタボールです。ない。マジで。マサル君終了。コーヒーゼリー。コーヒーゼリー。え、え、え、あれ、ロゴの前じゃなかったっけ。え、なんでしょうね。これにする。次お父さんとお母さん。いや、ロゴのままと。ロゴのままじゃあちょっと黒人。タケルが反対になっただけ。これはお母さん。決まりました。一食目、皆さん用意してください。はい、たけるちゃん、早速クリーム。わー、うわ、美味しそうやん、たけるちゃん。おー、なんか俺の匂いする。なに？チョコフレーク。うまい。はい、そして白ご飯準備しました。たけるちゃん大好きな海苔。はい、ロボママのやつできました。たこ焼きのイカバージョンって書いてました。なのでソースとマヨネーズかけていきます。いただきます。中まで黒い、なんかちょっとネギみたいなの入ってる。イカも入ってました。味はめっちゃ美味しい。コーラいただきます。あさるくんの唐揚げができました。美味しそう。めっちゃ美味しそう。美味しそう。うまい。めっちゃ見えとるじゃん。たけるちゃんをトイレに行ってる隙に韓国海苔を食べてます。はい。声取った。チャーハンできました。めっちゃ量多いな。そうだね。あれ、あげるで。もうお腹いっぱい。おかしい。超おいしいんやけど。続いてコーラ。めっちゃ海苔食ってる人おるけど。うまい。はい、ということでこれで1食目は皆さん終わりです。じゃじゃーん。チーズケーキ。こんな暗いの見たことないやろ。え、なんかクッキーみたいな感じするんやけど。美味しい。クッキーほどサクサクじゃないけど、ちょっとクッキーっぽい感じで、中の白い部分がチーズなのかなって感じ。美味しい。うまい。これにデコレーションしたら誕生日ケーキになるな。うまいな。俺の誕生日ケーキこれがいい。そう、ほんまに。うまい。それ何？オーレオ。ご飯ですか？はい。たけるちゃん、韓国海苔を全部食べちゃって、ご飯どうするって話やな。全然ご飯系選んでないんちゃう？やばいやん。あ、完全に晩ご飯オレオ。やばすぎるやん、たけるちゃん。誰かからもらうなりなんなりせないと。2位に味付け海苔持っとう。海苔ばっかりやから体にあるかもしれんけど。でもたける好き嫌い多いからさ、ちょっとみんなが食べようの見て、めぼしいのあったらお願いしな。晩ご飯できました。はい、2食目。そしてコーヒー。わぁ、また卵入れた。なに？問題ないやろ。まあまあ、ええけど。いいけど、ちょっと黒いね。問題ない。やっぱ辛いな、スパイシーやな。めちゃくちゃ美味しいんやけど、ちょっと辛さはお子ちゃまには刺激が強いかな。シューマイにピッピッピッ。ソースかけました。いただきます。このシューマイめっちゃ美味しいで。そしてシューマイとはちょっと合わないかもしれないけど、黒糖ロール。うわー、めっちゃ美味しそう。黒牛です。いただきます。いいな。自分だけなんかずるいよ。うん、うますぎる。うん、いや、なんかそのニヤニヤした顔が超腹立って。欲しかったら言うてくれたらいいんやで。ちゃんとお願いされてあげるし。くれ。ちゃんとお願いされたらあげるし。ちょっと早よこして。うまいなこれ。食べたかったらちゃんとお願いしたら食べさせたで。え、ちょっとタケル見て。危なっ。ちょっと、うん、ひどい。ちゃんとお願いしてくれたらあげるで。ちょっと見せて。机の上に置いてよく見せて。いや、あーしたるわ。え、あーしたるわ。しょうがない、あげるから。あーして。え、これ最悪。何が？油の塊がついとるとこわざわざ選んだよ。たまたま。絶対そうやん。もうこれって決めたから。いや、かそれじゃない、それじゃない。そこ。いや、油も美味しいね。食べよ。お父さんちょっと油っこはもう無理やから。何が？年齢的にな。年齢。お母さんまだ若いんやろ？そう、若いけど、うん、若くても無理な人もいる。どうぞ。16歳やから。あげられへん。ちゃんと従ってくれな、あげられへんって。
あげたいもんもあげられへんねん。人にお願いするときはお願いしますやろ。他の人やったそうやけど今持ってるやつちょうだい。お願いしますやろ。はよ、みどりさーん、あー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 ちょっとおかしくない。どれあれおかしくない。お母さんもしょうがない、あげるわもしたあー、うん、え何大学めっちゃ油めっちゃ油の塊やん。いや美味しかったよ。肉いっぱい食べて大きく成長してよ。うまい。ロボパパがわたるくんの味のりでおにぎり作ってくれました。なるほど。味が辛い。味のりの味が辛いらしい。こちらロボママも食べてみたんですけど辛くって見たら材料の中に唐辛子が入ってました。唐辛子。おはようございます。3食目、最後のロボママのご飯はこちら、クローズ黒糖かりんまんじゅう風パン、こしあんでございます。甘ったるいパンとかあんま好きじゃなくて、どうやろう。まあでもそこはクローズでどうにかごまかしていけないかなと思います。まずクローズ。うわ、飲めるけどまずい。あ、めっちゃ黒砂糖の匂いすごいすごいする。甘っ。中あんこ入ってます。いただきます。うん、美味しい。めっちゃ舌鍋釣りしてるけど。どうもおはようございます。マルシンのハンバーグめっちゃ美味しそうやん。ブラックペッパー、うん、普通に美味しい。ブラックペッパーのピリッとしとうけどめちゃくちゃ美味しい。子供でもいけそう。いや、ちょっと辛みがあるから。じゃあクローズとトレードしよう。いや今回僕の朝ごはんはジャジャ麺です。めっちゃいい匂いする。なんかめっちゃ美味しそう。食べます。めっちゃうまいよ。これはうまいわ。なんか前の韓国のラーメンの味がする。あ、辛くない。全然辛くない。ロボパパもこの板チョコ番長を食べようかな。モンスター飲みます。中にチョコレートが入ってる。じゃじゃーん、イカスミリゾット。はい、どこ行くん、どこ行くん。はい、はい、どうぞ。またこのイカスミで、パスタしよう思ったらパスタがなかったからリゾットにね、してみました。いやいやいや、選んだのイカスミを。え、ちょっと食べてみんよ。美味しいって絶対。絶対美味しいと思う。いただきます。美味しいで。ちょっと食べてみよう。やだ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 。なんでよ。やだ。これこんな感じ。いや美味しいで普通に。絶対コメントにイカスミ美味しいよっていうコメントね、入ってくると思うよ。めっちゃ疑っとうけどほんまやって。みんなもよかったら食べてみてください。イカスミリゾット。パスタもね好きです。美味しい。たけちゃんご飯食べ終わりました。そしてたけちゃんまずデザートを食べるな。デザートは何ですか。ベルギーチョコ蒸しケーキ。めっちゃ美味しそうやそれ。おお、うまい。めっちゃ柔らかい。ふわりしょって柔らかい。ごちそうさまでした。この動画が少しでもよかったらグッドボタンチャンネル登録よろしくね。ツイッター、インスタ、TikTok、LINE もフォローよろしくね。じゃあバイバーイ。なんとか言ってた。美味しかった。最後まで見てくれてありがとう。他の動画も見てね。